はい、どうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル、プネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらです。96ガロン、私は黒と黒ガロンと呼びます。スプリンクラー吸引器を持っている武器で、今回は逆境イカ速ステルスジャンプでやっていきましょう。それではガチホコバトルスタート。さあぴったりゼロすごいよね、ぴったしゼロ。まあね、このままマジでここの勝敗が直結してくるんでね、今後のプラスで終われるかマイナスになるかっていう気合を入れて頑張りましょう。ちなみに96からの一発が62かダメージを持っている武器でございます。なのでね、まあとりあえずは確定数は2発、まあ別にね52ガロンも2発であるので、それよりも、まあ、射程が長いっていう感じのイメージ。射程長い玉ぶれはまあ同じぐらいかで、連射はちょっと遅め、そんな感じの認識です。ではやっていきましょう。ということで第1戦目、お相手ハイドラントカスタムスプラッシューターのコラボが2人確定、スペースシューター、こちら側フルイド5スプラローラーで、スプラマニューバのコラボと96ガロン、向こう側にハイドラがいるのでそちらをうまく守っていきたいところ。どうしましょうかね、これますか。ハイドラどこ、うわー、うえ、危ない、誰も取る気がねえ。ガッコチ、ひどい、誰もこっちのやつをさやってくれなかった、よかった今。嫌ですねこれは。側面大丈夫。ちなみにこのね、吸引器の攻撃はかなりハイホコに対して強いです。1発当たったけど2発目が当たっていない。さあどういく。まあ一応飛びます。よっ、とりあえずここの周りに、あ、ハイドラいる。まあまあ取るのはいいとしましょう。残ってる、まあ誇り的にはねこっちの方のフルイドも強いんだよな。だからまあ無理やりやる必要はないけど、やってもいいぐらいはある気がする。ワンパン、そのまま行ってくれたらありがたいんですけどね。ナイス。さあ壁抜けて、やっべ、消えるなら持つしかないな、この枠は。まあ落としたけど46カウント。後ろ気をつけて。さあ着地とかがいればめちゃくちゃ強いんですけどね、このまま。さて、実はね今コントローラーがすげえ持ってかれてるんだよね。やってる最中えぐいぐらいエイムズレてます。ガロンで良かったと思います、マジで。あ、うまっ、割れ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 、うっ、こんな近くに大量に人いるとは思わなかった。さあワイプアウト、ただワイプアウトでも向こう側の方でやってるので防御は間に合いますね。さあそっち来る、
メか。関門突破のタイミングの方が早かったか。少なくともちょっと下ろすよ一旦。よいしょよいしょ。うまっ。ダメージを回復、きっちりとダメージを回復。ありがとう。もう行く。ナイス。オッケー。そこのバリアめちゃくちゃあったけ。バリアがあったかすぎる。神かよ。さあということでナイス処理。テストカウント更新。味方のジャンプ先ガチホコを運んだ時間ナンバーワン。ガチホコ運んだ時間ナンバーワン。マジ。それはちょっと想定外ではありますが、まあそれでもよかったよかった。6キル5デスの3吸引、まあ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 悪くはないけど良くもない。どちらかといえば悪い方ですが、動き方的にはめちゃくちゃ悪いわけではない。味方が強いっすね。フルイドの方がねデスらないでいてくれたおかげでだいぶ敵への圧はありましたね。あーやっぱ3デスですね。フルイドとかがデスらないから3オーツしてるけどフルイドだけ残ってるっていう時が結構あったんですよ。その状況フルイドが残ってて、しかもまあスペシャルも溜まってる状況、かなり圧があって、さらに矛割りにも強いっていうね、まあそこも考えるとかなりフルイドの方が長生きしてくれているっていうことは助かったんじゃないかな。さあ赤ピッピミシシガメ、ミシシッピ赤ミミガメなんだけどな。ちなみにちっちゃいやつはね緑ガメという名称で知られている。ミシシッピ赤ミミガメ。ちなみに赤ミミガメ以外にね黄ミミガメみたいのもいるらしいです。なんか一回そういう赤ミミってわざわざ言うってことはいるのかね他にって思って調べたことがあって、赤ミミ以外にもいた気があります。さあということでお相手クロガロン守る。マジで今イカロールでかわすつもりだっただけだったんだけど、ウルショでも切らせたのは偉いな。吸引器も切ってるし、お相手吸引器はクゲですね。んクゲ、クゲか、んクゲか、違うわ普通に相手の黒だわ。相手の黒がそうで、クゲはジェッパだっけ。あ、ジェッパですね。何を勘違いしていたんだ私は。困りますね。まあただ取らないとちょっとここ泥棒されるのは大変やべえ状況なわけでございまして、裏回られてる。シュート、ルート作ります。うん、まあしゃあない。ただ吸引器、吸引器使わせた。しかもジェッパも使ってる。さあ取ったのは、さあ吸引器使われていく。いやーでも厄介って厄介ですね。さあローラーが落とされていく。いやー守れなかった。うまいよ。残念。そこ。イエーイ。残念。ここ泥棒。私はここ泥棒の人だよ。まあ、しゃあない。ただあそこで2人落とせたのはでかい。吸
吸引機のね、あの圧倒的ほこわり性能で周り2人を巻き込んだっていう。なんてあれ反応しづらいからね、あれできるとめちゃくちゃ気持ちいい。まず吸引機はね、唐突にこう割りに行くっていうのが強いんですわ。痛い痛い痛い。たまたま今のは成功しただけだけど、吸引機の弾を回収。ほっ、セット、ナイス。わーっしょ、やれた。いるよっていう話だけ。さあ、一応ホコはあれでやれたのか、あんまり意図してなかったけど、ホコの侵入禁止くらいの役割で打ったんだけどね。さあ、だいぶ向こう側取られまくってますね。困りごとです。だいぶ。さあ、メガホン一旦ここはかわして、オッケー、とりあえず。さあ、ここ突破されたら困るよ。30アップな、残ってんのは黒、まずい。オッケー、ナイス。オッケー、ここ泥棒はさせたい。一旦降ります。オッケー、ここ泥棒させないにはどうすればいいか。これはここ泥棒される前に取ってめんどくさい位置に持っていくことです。ここの位置下に降りるだけなのに、かなりね、敵側からすると攻めづらい場所になってます。ただ最後に私が持ってるんでね、ちょっとやりづらいところではある。割って最後取っときたいね。あっ、ほっ、あっ、ごめん、変に取っちゃったせいで。まずい、まずいまずいまずい。私以外全員死んでら。これは私がオッケー、私がやられながら落とす。オッケー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 。ガロン系はね、やっぱ2発当たると敵を落とせるっていうのが大きいですね。ありがとう。そもそもあそこの残り3カウントで防いでくれてる味方が一番偉い。私はどちらかというとね、やらかしばっかしてました。あの盤面で矛取るとかね、だいぶやらかしでかいですよ。まあ自分で処理できたからいいけど。ナイス勝利、10キル8です。4吸引機、吸引機でね2人同時に落としたのは、あれは気持ちよかったですね。やっててすごい気持ちよかった。皆さんもあれはね、狙ってみてください。おすすめのやり方です。マジでね、吸引機っていうのは矛の時いるとやばいです。矢倉でもやばいけどね、矛が一番やばい気がする。あのやつを実際何もダメージが入っていない状態であればワンパンで割れます。あれどれだけ敵のインクを吸収してなかろうが、吸引機の弾ワンパンでボーンって割れます。なのでね、むしろ発動した後にあえてイカ状態になって吸引機を発動させないでおいて、溜まった瞬間パーンって打って破裂させるっていうのも一応まあ戦略の一つとしてはあります。ただ吸引機の、まあなんて言えばいいんですかね、吸引機の強みを捨ててるわけなんで、一つ弾を吸引できるという点を捨ててるので一応一旦あります。奇襲性が高い分その他の強みを全部捨てしてる状態になりますんでね、まあ適宜余ってたりしてちょっと試せるかなぐらいの時になったらやってみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、第3試合やっていきたいんですが、ちょっと読み込み長くない？大丈夫かな。さあさあ、お相手スパイガジェットスラローラー、ガカバシューターフルイド5のカスタム、こちら側ヒーローシューターレプリカスラローラー96ガロン、スプラマニューバのコラボですね。マニューホラー。さあ、お相手一番厄介なのは個人的にはスパガですね。あいつがやべえです。とりあえず嫌がらせです。こっちタゲ向きよ多分。あ、こっち来るね。あ、ぶ
ガリオン。ダメか。逆に割っちまったという考えになるな、これ。さあ、とりあえず進行妨害したかった。いや、ダメだ。行ってね。どこ？よい。これはね、これは30ダメージ以上は食らってたね。爆風で70入るんでね、うまいわ。今のサメはほぼほぼ、まあ、あの段階でスカロールしてればいけたかもしんないけど、タイミング的には厳しかっただろうね。てかほぼ持たねえ誰も。あっと、もたもたしてるとフルイドが来ますんでね。えい、ほらステップ。関門に戻れじゃない、関門に置いてんだよ。わいわい、ジャパニーズピコーピコ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 。帰ります。これさすがに今の状況まあこっちだね。帰ります。さよなら。お、いい場所で爆発してくれたね。あの場所で黒暴れててもいいんだけど。 OK、バリアを見たら突撃したくなるのがサメ使いのね、習性なので、まああの若葉のところに突撃したくなる。でもあれ味方の、あーローラーのバリアか一応あれ。はーい、ダメだよそれ。うん、大丈夫そうだね。一応まだ人はいなさそう。 OK、 だいぶ危ね。お、対抗バリアをしているようで違うなこれ。はい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 、やべ、隠れとく。オッケー、ここで落とせればでかい。スプラッシュボムか、まあいい。とりあえず明日から本気出す下っ端、強者感あるから。下っ端だけどすげえ強えってやつ。天ぷらのゴブタ感あるの分かるな。すげえ軽い調子でさ、ちょっと危ない。オッケー、ナイス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 。広州以外死んだ。あー、逃がって、降りた、降りれてないか。まあ、シャネシャネシャネ。オッケー、ギリギリ落としてる。ただかなり厳しい。ダッシュできればいいんだが。降りる、ナイス。ほっほっ、ワイプアウトしたからといってね。守ればよかったんだけど、逆側からも人が来てたからちょっと行かざるを得なかった。あの広州の方の方飛びましょうか。あとは倒せば終わりです。 OK、 ワンタッチ。 OK、 ナイス着地。強い、着地が強い。ああいう盤面での着地のさ、まあ、サメとかもそうだけど絶望感ってあるよね。
特に着地はサメよりも狙いは定めやすいと思う。その分分かってた状態から逃げられやすい気もするけどね。縦に行くから。さあということで9キル6です。4球インキ、まあ悪くはない。あそこのギリッギリの状況でなんとかさリードされずに守り抜いたっていうのがでかかったですね。あれとりあえず下に下ろしたっていうのもまあ判断的には絶対間違ってはいないけど、やっぱり一歩ここでこの動きはダメじゃろうってみたいな動きを必ず一個はしてしまうね。最後敵陣に突っ込んだのとか、あとまあ10秒切ってたならそのまま耐えててもよかった。まあちょっとね矛の上のカウントが見えていないからそれがどうかっていうのは見えて、確実にねこの方法が最善手だったとも言い切れないんですけれども、まあ自分で見てる限りだったら今の限りだったら前行かない方が良かったかなぐらい。さあということでやっていきましょう。こちら側編成変わらずお相手ケルビン525デコパブロスプラシューターのあとはデュアルスイーパーですね。さあとりあえず塗っていけ。さあケルビン死んでますね。ケルですケルですケルですケル、ナイスパブロック処理。このままいければすげえ最善手なんだが、ちょっと待てなぜそっちに行ってしまった。吸引機せっかくいいタイミングで発動したと思うのに、うわなんか嫌な場所、なんか嫌な場所で発動している。ナイスワンタッチ、オッケーオッケーオッケー、いい位置に打ってましたね。取ります、いいぞ、ナイス、ほっナイスな、ほっはい、あ、ダメ、まず降りよ、ケル倒したかったケル倒したかったケル、すげえ口癖見てんな、まるまるでござるよみたいな感じで倒したかったでケルよ、やばい、うるしょうるしょうるしょ、まあここリードはしゃあない点はありますけどね、ちょっと見えない、いろいろが見えない、ここはもう生き残り、うまいうまい、ナイス、一旦ここは耐えです。オッケー、ナイス耐え。よく耐えたね、あの状況から。一発された瞬間終わりですけど。とりあえず敵のスペシャルゲージだけよく見ておきましょう。それと多分撃ってこなかったわ。じゃあここにでも撃っとくか。もうちょい溜めましょう、うしょ、近くいると巻き込まれるんで離れます。あっべっ、肉なくなる寸前だって、最後の一発みたいなぐらいのレベルだった。大丈夫、 OK、 あー OK じゃない、任せられんのいいな。あ、来た、貧血の金鮭、己の体から全てをむしり取るしかあるまいで。さあ、お、ナイス、残り1分半防げればって思いますけど、このカウンターちょっと楽観視しすぎなレベルですね。あ、
こで消されたな。あ、消される。さあ2です。まあとりあえずケルデコだけはやれた。デュアルどこ見た感じ近くにはいなさそうですね。さあ残り45秒、吸引機貯めておきたいところではありますが、お奇跡的にセンサー食らってね。あ、食らったわ。ダメね。防衛入ってくるとセンサーついてるからブルショ普通に飛んでくるぞこれ。はい、ですよね。で、ここのところに、あっ、もう一発あった。ケルデコもウルショだっけ。違うわ、あと一発残ってたのか。やばい、だいぶ厳しい戦いがここ繰り広げられてら。あー、カウントリード、これはお相手お見事。あのウルショ警戒しなかったな。もう一発残ってる中前来るとは思わなかった。そこ警戒してればな、お相手のケルデコが最後決め切った感じですね。やられました、お見事です、お相手さん。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ、結果としては3勝1敗めちゃくちゃいい結果ではありますね。予想外にすごい両成績、まあ味方が強かったんですけど、味方が強いのもまあ運のうちです。味方に切られないってことは多少なりとも役には立ってるっていう扱いをされてるわけだからね。うん、そういう風に考えましょう。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。